藤田医科大学病院の窓口として日夜地域の医療を守るべく奮闘する救急医学総合内科学教授岩田光永先生。救急医療から地震、感染症などの災害医療まで、さまざまな国難を乗り越えてきた先生が思うこととは。医者として何ができるかっていうことばっかり考えてたけど、どうやってその困っている社会に貢献できるのか、どんな思いでどんなことに困っていたり、でもその想像って優しさがないとできないよね。想像と現実の狭間でもがきながらも患者のために活動し続けるわけは。藤田の災害医療、リーダーの人生をひも解きます。落ち着きがない、キョロキョロしているってよく言われました。両親は薬剤師でいろいろ働きながら医師という職業に対して憧れというか、そういうのあったのは影響していると思います。全く医者になれっていうことは言われたことないんですけど、中学高校と同級生がみんな医学部を目指す環境がすごくあって、自分は特に深い考えが最初なかったんですけど、たまたま読んだあの本が、癌に立ち向かっていってる医師たちの話を読んで、これは素晴らしい職業なんだなと思って医学部を志したのが高校2年生ぐらいなのかな。勉強は本当にサボっていたというか、試験だけ通ればいいという、もうとても不真面目な学生でしたね。オーケストラ部に入りまして、もうオーケストラっていろんな思いの人たちが、でいろいろもちろん大学なので学んでることも違うし、当然100人の人間が集まるのでみんなが仲がいいわけじゃないけど、この音楽をいい音楽にしたいっていう思いだけは一致していて、ほとんど部室に泊まり込んで音楽ばっかりやってました。どんな医者になりたいかってあまり深く考えてない。でそこで国家試験の勉強が始まった時に全部やらないといけないんですよ。そしたら全部やったんなら全部勉強したことが活かせれるところがいいなと。そういう時に救急外来というのは当時当番で研修医が担当してたんですけど、その当番でいろんな方たちが来るんですよ。お子さんが怪我したとか、意識障害、お腹が痛い。最初は癌にすごく憧れていたのに、そういういろんな方たちの対応するのがすごく楽しいなと。専門性がないのはダメだぞってよく言われたんですけど、いや僕別にもう一生救急外来でいいんだけどって思いながら、こういう救急の道に進みました。挫折なんかもう今までがずっと全部挫折、なんかお前ら電話番やろっつって、救急車の電話番って言われて、で診断ついて専門医に電話したら勝手に何もできないくせに受けやがってみたいなこと言われて、でもとにかくどんな思いでどんなことに困っていたり、どんなふうな体調不良だったり、どんなことを不安に思っているかっていうのは君たちは想像するしかないんだよ。でもその想像って優しさがないとできないよねって言われて、その痛みに対して想像で共感し対応策を考えるしかない。だから本当に想像ってすごい大切な、そういうことを僕たちが拒否したら、あもう僕たちお腹が痛い人はどうせ外科の先生に怒られるからもう受けませんとか、そういうことをした瞬間にその地域の救急医療って簡単に崩壊しちゃうんですよね。もうそういう僕たちがいるから、それが救急医療が、この地域の救急医療が崩壊してないんだと思うとすごくやりがいがあります。もともと日本では災害医療に従事する医師が、救急医が多いんですけども、僕も最初はその一人だったんですけれども、救急外来で僕は大人も子どももそれから怪我も病気も見ているので、災害医療でもし災害で被災した地域に行ってもある程度のことができるであろうと思っていたんですけれども、東日本大震災の時にはもうそんな自分の思い上がりを
もう完全に砕かれるというか、ものすごい瓦礫のところに自分が行って、もう重機も何もない中で、瓦礫を一個どかしたからといって何かできるかわからないけれども、もうそこからしないと進んでいかないと、自分一人が何かできて、ここの状況が良くなるなんてとても思えないけれども、そういう思いの人の集合体で初めて世の中というのは前に向かっていくので、出会った人のこの人のために何をしたらいいかっていうことをやり続けるというか、しかないと。今のコロナになって、あの時と考えていることが一緒だなって。まあもちろん準備というか想像はしていたので、でもやったらいいのにっていうことと実際にやるっていうところにものすごくここの高いハードルがあるんですけど、もちろん怖いけれども、まあその時に主にそういう滞在している方たちと接していたのが看護師さんで、看護師さんたちが大丈夫なんだっていうことを身をもって見せてくれたから、僕たちがこういう陽性の方と接する、陽性の方を病院で受け入れるときに勇気が出たというか、だからやっぱり建物とかハードじゃなくて、そこで働く人たちっていうのはすごく大切で、じゃあその人より一人一人の能力見たらそんなに変わらないはずなのに、こんなに集まった集合体でこんなに変わるんかっていうのは、まあ、だから面白いというのは。でも災害って結構普通の災害医療って最初の数ヶ月を頑張ると復興の道筋が見えてきて、なんとなくこう災害チームも自然解散っていう風になるんですけど、今回はもうこれで3年ですよね。持久戦の災害医療って僕たちがあんまり経験したことがない。今まで幸い1個の災害でなんとかなってる、地震とかそういう災害でなってる。でもで今回は感染症だけど、この感染症蔓延の時にもう一個地震っていう、そういう複合災害が来た時にどうするかっていうのはものすごく大きな課題ですね。災害って基本被災地でなければどこか他人事というか、何が自分が手伝うことができるだろうって思うんですけれども、その前にこの地域で災害が起こったら、自分や自分の家族、大切な家族はどう、何が起こって、災害の種類によってどんなことに自分たちは直面して、自分の身を守るためにはどうしたらいいか。今まで僕なんかはもう丸腰でというか、自分のことなんか考えてなくて、医者として何ができるかっていうことばっかり考えてたけど、いやそうじゃなくて、自分がまず安全じゃなかったら何もできないんですよね。じゃあそのためには自分がどういう備えをするかっていう、すごく大切なことなので、そういうことを学ぶ、系統的に学ぶ機会があるのはすごくいいことだと思います。出会った命、地域を守るため、今日も想像力で人々の心に寄り添っています。